と、田中くんちの前でしたんで、はい、ご飯食べてました。そこが全然違うんですよ。面白すぎる。バリ取るよ。バリ勝ちますか、美穂さんに。勝ちますか。はい。ダメですね。ナイスです。お疲れ様です。ありがとうございます。定段の後半パスケのダバーに近い球数ですね。うお、恐ろしいっすね。恐ろしいっすね。やっぱ風だから定段の。はい。そうですそうですね。これが捕まる系ってことですね。はいはいはい。そうです。すごいよ。普通にまだ1年ぐらい。1年前ぐらいに買って。打ち上げ。で5番アイアンで。でピンが奥だったんで。本当は上げてるから大きいの持ちたかったんですけど、あんまりこう奥行きすぎても良くない、ちょっとあんまりパンって上げないで打ちました。うわすごいとこ行けるよ。ナイスナイスナイス。すごい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 。これは無理だ。世界基準は違うな。今のはすごい。
入る。うわ、惜しい。残念。うまい。よかったね、暖かくなって。ちょっと暑くなってきた。わかるわかる。はい。ほい。砂。ナイスパー、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 ありがとうございます。ありがとうございます。え、どこにさ、落ちて戻ったの？なんのこと？まあ、手前乗るかなぐらいだと思ったんですけど、イメージ的には。だってさ、こっちから見てて距離とかさ、はい、全然行ってるように思ってたから。で、転がすのはもし強く入って奥入っちゃった時が絶対止まんないと思って。まあまあ確かに、はい、奥からはね。だからもう上に上げて、もうどっちかって言ったら手前でいいやん、はい、レッスンも学生からやってそうだった。やってないですね。めっちゃやってそうなイメージ、うん、やってるのかとか。スイングもそんな感じです。ずっとキャッチャーで野球で。へえ。レッスンを受けずに。受けずに。受けずに自分がどこまでできるかっていうのを勝手に自分でチャレンジしてるんですけど。え、じゃあ続いてるんですか？今もレッスン。受けてないです。え、じゃあ私じゃあなんか今言ったら。いや、お金払って受けるレッスンは自分の中ではやめようと思ってて。お金を払わんぞ。払わん。だったらボール台に費やすと自分で打って。自分の練習量の方で、はいはい。え、すごいですね、それ。雑誌とかそういうのは読みますけど。参考にして。はい。YouTube とか、はい、見ますけど、直接誰かに教えてもらってっていうのは。大丈夫ですかね。あれ？大丈夫ですか？大丈夫ですか？めっちゃ息上がってる。落ちた。下落ちました。来てるなと思って番手変えたんですけど、めちゃめちゃ手前に。Thank you.
いや、7回もパンオンしてるのに17パットっすね。パター下手すぎるんですけど、はい、後半頑張ります。皆さん、お知らせがあります。はい、新年後は、はい、テーマです。わ、すっかり忘れてた。確かに序盤の話だよ。これはもうそろそろかねーのすっかり忘れてた。令和やりました。はい、現代風な、そう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 、マジ飛び。よくはない。だって一緒だっすよね。いや、ほぼ一緒。あ、ちょっとね、一番ホールだけですもん。もうすっごい飛びます。え、だってずっとね、ピッチングで150です。違う、まだまだそういうのはね、そういうよくない。今日の白からどう思いますか？え、美穂さんは赤から。いや、あの、私白から。あ、じゃあでもね、それはちょっと男性陣と変わらない。じゃあ、負けてるから、素手負けてる。何してんの？マジで素手。